はい。えインドの日本語教師の皆さん、こんにちは。えこのビデオは、えこのビデオでは、え日本語教師の行動リストの例というのをご紹介したいと思います。え例えばですね、ま、まず最初に毎日やる定例的な行動について話します。これ、インドではちょっと違うかもしれませんが、日本の国内ではチームで教えていますから、だから、その、前の先生がどんな授業をしたかという、そういう引き継ぎメモというのがありますね。ですから、その引き継ぎメモを読む。 あるいは書くというのももちろん定例的な行動としてあります。それから家で授業の準備をする。それから学校に出勤する。こういうことはもう基本的に毎日やりますよね。それから毎学期やる定例的な行動っていうのもありますね。毎日じゃないけど毎学期やるようなこと。例えば、あ、これつけるの忘れた。こうでしたっけね。 はい、えー。例えば、前学期やる定例的な行動としては、えー、その、来学期ですね。次の学期に、何曜日に働けるかを伝えたりしますね。非常勤の先生の場合はね。それから、新しい時間表を主任の先生から渡されて、それを読む。これも前学期やります。えー、そして、例外だけど、よくある行動としては、病気とか風邪で体調を崩した時に、えー、すいません、授業できませんと言って休校することを、 え、主任に伝える。こういうことも例外的ですがよくある行動になります。えー、これがですね、あの、あの、これではまだ多すぎ、あの、大きすぎて行動のあの単位が大きすぎて、これだけではまだす、あの、すぐに教えることはできません。何を教えればいいかを考えることができません。ですから、さっきのですね、えー、前の先生の引き継ぎメモを読む。 これをもっと細かく分割すると、細かく分けると、何を教えればいいかが分かってきます。えー、例えば、引き継ぎメモを読む。これ普通はメールですから、メールとか LINE とかありますよね。それは誰が発信者。えー、つまり、えー、誰がそのメールを書いたのか、その名前を読む、えー。その場合は同僚の名前が読めるということが必要になりますね。そして、予定通りだったのかどうかを読む。えー、予定通り終わりましたとか、 えー、あるいは予定通り終わりませんでしたとかですね。そういうことですね。そして予定通り終わらなかった場合、えー、自分の授業はどこから始めればいいのかを読む。えー、そして欠席者がいたかどうか、えー、それを読む必要もあります。で、その場合は生徒の名前が読める必要がありますね、えー。それから宿題はどのぐらいの人がやっていたのか、こういうのも大切な情報ですから、その引き継ぎメモの中に書いてあることを読み取る必要があります。 こうした先生の行動リストはこちらに、あの、えー、細かくリストアップしているので、ぜひ、興味のある人は見てください。えー、この引き継ぎなどで使われる表現の例としては、お疲れ様ですとか、予定通りでした。予定通り進みませんでした。それから、できないことがあったら、何とかができませんでした。えー、とかさん、誰々さんが、欠席出して、欠席でした。 それから第5課とか第10課とかそういう言い方ですね。それから何ページ。それから、これは人数を数えるときの3名、10名、欠席3名とかそういうときの言い方ですね。えー、そして、えー、教科書の、あの、えー、構成の中の名前も必要です。本文とか文系とか会話とか練習とかですね。そういうのももちろん必要になってきますね。そして、同僚とか生徒の名前ももちろん必要になります。 逆に言うと、こういうものを全部ちゃんと教えることができれば、引き継ぎが簡単にできるようになってくるわけですね。もちろんこれは例ですから、もうちょっとちゃんと考えた方がいいとは思います。はい。えー、つまりですね、行動中心アプローチの考え方は、まず行動を特定するんですね。どんな行動を取るか、それを特定して、えー、その後で、じゃそれに必要な言語は何かということを考えます。これが行動中心アプローチの考え方ですね。 はい。では、そのつ、この次のビデオでは、自分の強みを考えようということについてご紹介したいと思います。はい。それでは、えー、私の授業、あ、私の、えー、うん。ごめんなさい。えー、私の、えー、ビデオは、とりあえずここまでにします。失礼します。